どうも、よしお兄さんです。最近娘に明日仕事で朝早いんだと言うと、三重に行くの？と言うようになりました。よしお兄さんのもっとパパに見えてきましたね。三重県志摩市にやってきました。後ろには日本有数のリアス海岸美を誇る阿吾湾が広がっています。いやー、美しいですね。今回は三重県の観光情報が満載のウェブサイト観光三重の取材に同行させていただくことに。一緒に行くのはこの方。どうもこんにちは。こんにちは、よしお兄さん、はじめまして。よろしくお願いします。2018年ミスユニバース日本代表で三重県出身のモデル加藤優美さん。やってきたのは三重県志摩市にある人気のリゾート宿泊施設、亭所婆娑羅亭。案内していただいたのは海岸近くに佇むさざ波の離れ。これはすごいですよ。うわー、何これ。なんかもう海の上に住んでるような魅力その1、窓から望む阿吾湾の絶景。一枚の絵画のように目の前に広がる海を一望できるんです。さらに、なんかすごい、プライベート空間半端ないですね。すごい。魅力その2、すべての客室が露天風呂付き。温泉好きにはたまらないですよね。伊勢志摩賢島温泉からお湯を引いておりまして、すごく肌がスベスベになる、女性からもすごく嬉しいですね。他にもそれぞれに異なるテーマを設けた貸切露天風呂を堪能することができるんです。魅力その3、三重の食材を使った豪華な料理の数々。食材の宝庫と呼ばれる伊勢志摩エリア、新鮮で豊富な海の幸や島野菜など素材の良さを生かした四季折々の料理を堪能することができるんです。身の質、歯ごたえともにもう全て抜群のあるんです。今日はそれを目の前で焼かせていただきます。すごい楽しみ。贅沢。清水総料理長が目利きした極上黒アワビを珍しい調理方法でいただきます。そこに、そうです、近火で、はい、炭が上質なものですから。なんと炭の上に直接アワビを乗せて焼くんです。すごい、初めて見ました、炭の上に直接。極上黒アワビの伊勢志摩備長炭焼き、そのお味は？サクサクとこう歯切れも良くて弾力もしっかりあって、すごい絶妙な食感です。コロナ禍をきっかけに三重へ戻ってきた加藤さん。三重の魅力とは？自然豊かで、山もあり川もあり海もあり伊勢神宮もあり、癒しの地って感じなので、ぜひいろんな人たちに三重県に癒しを求めに来てほしいと思ってます。ここでパパ三重アイズ。説明しよう。パパ三重アイズとはパパやママに知ってほしい一押しポイントを紹介するものだ。こちらのホテル、大人のお宿というイメージですが、中学生以上のお子さんも一緒に泊まることができるんです。また宿泊者の方限定で参加できるアゴワンクルージングでは、大小さまざまな小島や真珠の養殖いかだなどを間近で見ることができます。婆娑羅亭を訪れたよしお兄さんの様子は三重県の観光情報サイト観光三重にも本日掲載されます。ぜひご覧ください。10ヶ月にわたって三重県の観光、グルメ、そして取り組みなど様々なものを紹介してきましたが、三重県の魅力まだまだこれだけではございません。皆さん見逃さないように、これからもしっかり注目してみてください。